二つから一つを選ぶ二択の形式では市民の多様な意見が反映されない。これでは事務ができないよう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 。投票に協力しないようよう。反対している人がいるようよう。全く強権的だ。ああ。憲法14条1項が定める法の下の平等。住んでいる場所によって 投票できる県民と投票できない県民の区別が生じる。この区別は不合理な区別であり、憲法14条1項違反だ。